あれはチャター展開あるじゃないですか、はい、おはようございます。釣り子 TV です。これロデオクラフトとデプスのコラボレーションルアー RC フラットバックジグね、スカートのこう長くなって、あとフックなんかもねちょっとねパワーアップしている、まあ大きくなっているですね、こういったジグなんですけども、先日前職紹介するよなんていう時にこの白色ね、どういうタイミングで使ったらいいんだろうね。厳選の5色の中にこういったホワイトカラーがあったのですごい気になっていたんですけども、実はですね、先日ルアマガフェスに行った時に偶然松本幸夫さんとね会うことができたので、その時にねちょっと聞いてきてみましたよ。まずはこちらをご覧ください。松本さんがいたんで聞きたいことがあったんですけども、はい、RC フラットバックジグで、白色、はい、あれどんな時に出たらいいの？あれはチャター展開あるじゃないですか、はい、普通に俺白いチャターいつも黒金と白ばっかり使うんですけど、はい、それでチャターのおとなしバージョンと思ってる、はい、チャターでガチガチ音がするでしょ、はい、あれ音しないんで単純にスイミングさせるんで、そうそうそう、巻くだけで OK です。ジグストでもありがとうございます。はい、はい、というわけでね、会場とね、お家が近かったなんていう風におっしゃってましたけども、ちょっとね、ビールを買いに行くついでに、あ、ルアマガフェスだってね、寄ってみたよってね、そんな近所のお兄さんって感じだったんですけども、松本さんにですね、白色ってどういう時ね、で、回答していただいたんですけども、チャター展開の時っておっしゃってましたね。これね、松本さんの、必殺技の中に、チャターを巻いて、こう、釣り上がっていくっていう技というかね、そういう釣り方があるんですけども、その時に、まあ、チャターより少し弱めと言ったらいいのか、カッ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 カっていうね、金属パーツとかがついていなくて、それでもってボリュームで騙したい時、そういう時にこの白色を使うっていうことみたいですね。なんかね、まあサイトフィッシングで使うのかなとか、濁りの入った時かなとかね、まあ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 、濁りとか濁ってないとかもちろんあるとは思うんですけども、これをトレーラーをつけてチャターベイトの代わりみたいに使う、そういった時にね、効くんじゃないかっていう風に教えてもらいました。で、こういう白色のボディなので、同系色の、まあ、色の抜けた大きなポークとか、はたまたそうですね、ちょっと薄い色の巨大なワームとかをつけて、それでやってみるといいんじゃないかな、なんて思うんですけども、またね、チャンスがあったらですね、そういった具体的なところもね、実況の方で追いかけていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、気になっていたですね、ロデオクラフトデプスのコラボレーション RC フラットパックジグのホワイトカラー、これの出しどころを開発者の松本幸夫さんに聞けちゃったよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。